ねえ、毎日しんどくない？不安で不安で死にたくなる。この先生きていけるか、とにかく不安。不幸な情報ばかり見てしまう。嫌な気分になるのに、なぜかネガティブな内容を探している。夜眠れない。前はベッドに入ればすぐ寝れてたのに。イライラする。どうしてこんなにイライラするのかわからないけど、イライラする。食欲がない。食べることがめんどくさい。食欲が止まらない。後で後悔するのにやめられない。会話が減る。うまく言葉が出てこない。喋るのもめんどくさい。何でもないのに泣いてしまう。勝手に涙が出てきちゃう。なんで？そのしんどさは心の SOS のサインかも。心と体はつながっています。だから心が疲れると体のしんどさになって現れます。なんだかしんどいには心が疲れる原因がどこかにあるはず。頑張り屋さんのあなた、周りの期待に応えようと頑張りすぎてない？自分を低評価してしまうあなた、無意識に人と比較して自分はダメだと思い込んでない？周りの目が気になるあなた、いい人って思われたいななんて周りの目が気になって自分をしまい込んでない？助けてが言えないあなた、自分一人で何でも 100% やりきらないといけないって思ってない？生理前や生理中に特にしんどいあなた、生理で休むなんて許されないって思ってない？実はそれって PMS という病気かも。心は毎日疲れています。だからしんどいをほったらかしてはダメ。しんどいが増えると心の病気に進んでしまうことも。だからまずこんな考えしてみよう。頑張らなくていいんだよ。頑張らない自分を認めてあげて。逃げたっていい。辛いと感じたらそれは自分にとってしんどいこと。周りに何を言われようと逃げていい。助けてもらおう。誰かに助けてもらったっていい。心配だってかけていい。みんなお互い様だから。弱い自分でいい。大きく強く見せなくても弱い自分を好きになろう。しんどい時にはちょっと休んで深呼吸。しんどいのにしんどくないふりしてるなって思ったら、少しだけでいい。誰かに自分のこと話してみて。もう一人で悩まないで。 LINE、SNS、メール、電話であなたの心の悩み相談できます。徳島県心の悩み相談で検索。徳島県。